続きまして月に一度のこちらのコーナーでございます。苗レーザー。苗レーザー。さあこちらは ED 治療 HA 治療の専門クリニックイースト駅前クリニックさんの提供でお送りするコーナーでございます、リスナーの皆様には私カズレーザーが行為前行為中、性行為ですね、性行為の前前それ最中にこういうことがあったらめちゃめちゃなえるんじゃないかと、男性器のこの隆起が収まるんじゃないか、うん、というメールを送っていただいております。はい、まあ、前はそうですね、タモリさんに好意を見てもらえたら嬉しいっていう話をなんかしました、ね、嬉しいですね。タモリさんに好意を見てもらったらなんか嬉しいなって話なんかしたな。しました。タモリさんが応援してくれたら嬉しいよ、ね、応援応援というかなんか感想をね一言言ってくれたら。すごいね、これで喜いねみたいなのを言ってくれたらやっぱめちゃめちゃ嬉しいなっていうのをしましたね。なんか何気ないことでいいよね。うん、ほくろ多いよね背中。そんなんでも全然、それでも嬉しい。全然嬉しい。なんかいいよね。うん、さあそんなわけで今回は ED 治療 AGA 治療の専門クリニックイースト駅前クリニックの方がやってきて、また立ちについてのアドバイスを、直接いただけるということでご紹介いたします。医療法人社団イースト会事業推進室室長の上村さんです。ご無沙汰しております。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いいたします。もう何度ももう足を運びいただいておりますけども、前回の出演が昨年9月ということで、引き続きなんか反響などございましたか？そうですね、あの苗レーザーの反響が大きくて、はい、最近ではですね、はい、ED じゃないけど使ってみたいとご来院される患者様が増えましたね。いいですね、はい、これは本当にセックスライフ、夜の性生活をやっぱ充実させてくれますから、うん、はい、これはいいことですよ。そうですね、はい、あの別に今ね超元気な人でも、はい、あの本当にあの容量がね少ないやつとかあるじゃないですか、錠剤の中でも含まれてる量が、うん、それ試してみると、あ、ひときわ硬いねみたいなことはありますから。そうですか。本当ありますよ。へー、特に、ね、30ぐらいでまだまだって思ってる人でも、うん、本当冷静に考えるとやっぱね、あの本当中学の時のあのバカみたいなバカみたいな状態とはやっぱねマイルドになってんですよ。そうなんですね。中学の時とか本当バカみたいな状態、何これっていう。今自分の10代の時の、はい、中学の時のあれ見たいですね。どんなもんだったのか。どんなもんだったのか。だから授業中とか何にもしてないんだよ。あの頃あれは普通だったんですけど、そう今触ったらやっぱ硬い、ね、がとんでもないと思うよ。硬さですか。硬さ、なんかやっぱ血流量が違うから、だから男性ホルモンの量も違うだろうし、成長期だしね、はい、だから本当に何にもしてないよ。本当に家庭科の授業でなんか先生があのミシンの正しい使い方が話してる時に急にパキパキンっていうパッキパキなのよ。なんで今なんでっていうなってたよね。何にもエロいこと考えてあるんですよね。なのは授業終わった瞬間の休憩時間に入った瞬間に、うん、立って、うん、あの起立例の起立ができないっていう、あ、はい、膨らんじゃうから、うん、でもあの時確かにめちゃくちゃ硬かったですね。硬かった、めちゃくちゃ。なんだ、不思議だな。なんかなんであれ、しかもなんか立ってんの恥ずかしいのかな。なんでなんだろう、恥ずかしいでしょ。いや、なんか恥ずかしかったけど、俺こう男子校になったからもう関係なかったもん。男子校だったら別に恥ずかしくないですか。ほんでパッて見たら隣のやつ立ってて、お前バキバキじゃねえかよ。まあまあまあそういうもんだろう、まあ確かになみたいな。女子がいたら恥ずかしいですよね、さすがにね。まあ女子、まあそうだよね、うん、だけかですね。そうですね、どれぐらいのもんなんかね。硬さって言ったらノギスとかでさ、なんかやっときゃ ね、うん、数値しとけばよかった。数値のでも硬さを測る方ってあんまないですもんね、うん、こんなことになると思ってなかったですもんね、思ってなかった。でも多分そのうまい具合にその体に合うね、バッチリ合うそのそのお薬とかが合えば、うん、本当にあの当時とか思い出せますから。ほー、すごいじゃん俺みたいな、まだまだだねってなりますからね。そんな中で今週もナイレーザー始めていきたいと思います、リスナーの皆様からいただいた、私は行為前行為中に思い出したらなえるようなシチュエーションをお伝えしていきますので、M村さんにも一緒に考えていただきたいと思います。こちら参りましょう。ラジオネームスミレセプテンバーラブアゲインさん。しゃもじを持った米助さんが突撃してきた。まず家に入れんなよな。ピンポンの時点でしかとしろよ。鍵開けっぱだったんでしょうねきっと。じゃあ不法侵入だろこいつ。あれさ、隣の晩ご飯って見たことあります？あります？俺ちゃんと見たことないかもしれないです。ちゃんとはないかな。あんなも30年以上前でしょ。もっと前かな。じゃあ生まれてないか。俺見たことないな。どういう、なんとなくその
こういう話題で出てくるからなんかそういうもんなんだろうなと思うけど、結局何をやってる番組か未だによく分かってないな。晩は食うだと思いますけど、確かつまみ食いする。あ、つまみ食いというか空き巣ってこと。空き巣じゃないです。入ってって晩ご飯食わしてください。でっかい。ああそうなんだ。でっかいしあ、ちょっと明るい感じ。もちろんもちろん。あ、本当にこそって入ってってなんかその揚げ出しとか食ってるの帰るとかじゃないの。面白いけどね。夜食じゃないんで。夜食ではない、晩ご飯。晩ご飯なんだ。まあこれはね、今よえすけさんが来てもな、なんとも思わないな。なんとも思わない。なんとも思わないね。いや最初気づかないかもしれない。で、ああよえすけしようかみたいな。で挨拶して。だってあれ持って、シャモジ持ってんのか。うん、シャモジ持ってたのか。シャモジ持ってんだ。しかもそれ、もう仕事をさ、そういう番組じゃないわけだからさ、自前のシャモジ作るでしょ。怖いな。なんか悲しいです ね。これがあればなんとかなるだろうみたいな。超怖いじゃん。不憫だ。めっちゃ怖いよね。うん。すげえ怖いじゃん。それなえるな。引くわ。ちょっと米助さんにちょっとなんかお薬処方してあげたいですね。ラジオネームチーズケーキ夫人さん。ふと天井を見上げたらハンチングとメガネを取った状態の矢野兵道兵道さんの写真が飾られてる。うわー、あーなるほどね。プレーンな状態の。あ、そう。あ、素の風呂上がりみたいな時か。うわー、天井に飾ってんだ。死んだってこと。家好きなんですかね。好きなん、寝る前にね、こう見てから。そのポスター的な感じ、うん、それでも公式写真出してないでしょ、矢野兵道兵道さんも。自分のそんなさ、プレーンな顔どこで、なんで検索したら出てくるの。兵道プレーンで出てプレーンで兵道すっぴんだと出てこなそうだもんな。すっぴんだもんな普通。うん、はちょっと最初気づかないかもね。お誰。でもじわ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 分かってきたら。ああ、そうね、ちょっと兵道さん見て逆に維持できたらすごいね。そうですね、うん、これはなえる。兵道さんが来てくれたらテンション上がるけどね。で滑らない話するんです。そうで、なんかその後のなんか単独ライブのなんか映像を見たら、トークライブやってるじゃん兵道さん。これこの間もねみたいな。たまたま入った部屋で男の子と女の子は押してたんですよ。一応ね、たまたま入った部屋でってなんで。まあまあしててパッと見たら天井に僕の写真飾ってます。メガネも帽子もかぶってみたいな。してくれてたらめっちゃ嬉しい。嬉しいけど、うん、もう意味わかんない話すぎて受けないでしょうね。ここまで来たんかも。あー、これはそうだね、ちょっと、まあそうだな、普通のおじさんだしな、うん、おじさんというおじさんはちょっとやっぱあんま見たくないですね。ラジオネームルマンドのためにさん。間接照明で映し出された自分たちの影がハブ対マングースに見える。いや、マングースはいいよ。さ、ハブ側はどう。ハブ側は無理じゃない。ちょっとこう曲線で、ね、でもさ、その片方はさ、まあじゃあマングース見えてくるから立ってる感じでしょ、はいはいはい、直立状態じゃない、うん、ハブ側もさ、その首をもたげてるわけじゃん。ハブ側はそうです、影的にはね、はい、なんかグニャグニャっていう蛇っぽくなる、うん、そう。どう、人間がどういう体勢になったらそれ、どういうプレーなんそれ。片方が直立して、片方がこういうことでしょ。なんかのの字と片方ののみたいな。ハブ対マングース、うん、ハブ対マングースに見えるってディティールがむずいよ。そうですね、うん、今あんま戦わないしな。逆にどういう関節照明でどういう感じになってたらいいとかありますか。パッて見て、うわー、あむずいね。なんかバンクシーみたいなとか、あ、そう、だからたまたまその女性が立ってる状態で影が当たってるけど、女性の手前にあるものがなんかうまく映ってとんでもない巨乳になるとか笑いそうだよね。あ、うん、ただもうこっちもうまい具合に影でなんかすごいバカみたいなでかいチームになってるから、まあ笑うよね。一回笑いますね、うん、ちょっと笑うし、写真撮っていいって言われる。ごめん、ちょっと写真撮っていい。確かに、あ、動いたらダメ、動いたらダメ、ちょっと動いたらここが奇跡的なのよみたいな。確かに、うん、まあ、これはまあテンション上がるけど、あ、まあ時間をロスするか。うーん、まあハブ対マングース、それさ、これむずいよね。自分がたまたまこう見てハブ対マングースになっても、ちょっと見て、ハブ対マングースじゃないって向こう側からはそう同じように見えてるか限りない。
角度的にさ、ああそうかそうか、うん、はい、違って見える可能性もあるし、うん、あとえどういうことってちょっと体勢ずれたら、うん、あーもうマングースだったのにみたいななるでしょ。やだやだよね、やだ、集中してほしいよね、うん、ハブ対マングースってもうやってないんでしょ。あれやってないでしょう、なんかね残酷すぎるから、うん、あれなんつったかな、マングースがハブを捕らえるっていう話の元になったのが、もともなんかね東京大学の教授が言い出したんだけど全く根拠がなかったみたいな。うーん、あとねなんかの物語でマングースがなんかヘビをと戦うみたいな下りがあるから、ハブ対マングース、あそのマングースがヘビを食べるものみたいなが広がったっすよな、うんうん、広まったっすよ。ラジオネーム餅の鬼さん餅の鬼、餅の鬼さん、筋肉番付の時の古舘一郎が実況してくる、ああうわ嬉しいよ、いいめっちゃ嬉しいね、うん、嬉しいね、あーこれは嬉しいかもな、嬉しい、うん、ちょっとでもプレッシャーじゃないですか、そう、ね、頑張んないといけない、激しくしないといけない、あーそっか、遅いぞ遅いぞとか言われたくないですもんね、それやだね、うんうん、であと早くなった瞬間ラストスパートかって思うやだよね、うんちょっとね、そうだね、そうですねちょっとやだな、そうですね、ラストスパートかって言われてから行かなかった時、うん、そのまだ粘るかまあまあね、まあまあまあ、どうでもなんで例えてくれるかはちょっと気になるじゃん、あ、うん、そうだね、あでも頑張っちゃうか、うんうん、頑張るかな、確かにね、まあちょっと想像するとあれですけど、うん、入れたまま体位変えるときみたいなやつあるじゃないですか、あるある、あの時とかなんか応援してくれそうですよ、うん、そうね、うん、あそうね応援してくれそう、めちゃめちゃ応援してくれそう、いけるいけるいける、あそうねあそうだね、なんかめっちゃプロレスとかにも例えてくれそうだし、うん、嬉しい、ラストスパートカーで耐えたときになんか、あなんかなんかもうピークが近いから一回休む瞬間あるじゃん、カウント 2.9 とかなんか言ってくれるでしょ多分ねなんか言ってくれるでしょ、すげえそれは嬉しいね、嬉しいな、うん、そそり立ついつもつはまるでエッフェル塔かのようにみたいなこと言ってくれるでしょ絶対、もっとかっこよく言ってくれるでしょ、あ気になるな、ちょっといいな、古舘さんいいな、やっぱ盛り上げてくれるので、タモリさんとかですよ、いやいやタモリさんのがいいかもな、いや2人が来てくれたら最高よ、2人最高ですね、2人が来てくれたなんかうんそうね、なんかだから女性の胸とかをさすごい何かに例えたりするわけでしょ、うん、その胸元の深さはグランドキャニオンかのようにみたいなことでバーってタモリさんが、まあ、そこまでのもんでもないでかけりゃいいってもんだよねもう笑っちゃう、爆笑しちゃう、ブランドキャニオンも行ったら行ったらなんもないよねうるせえな言ってくれるでしょ、じゃあ超豪華じゃん、めっちゃ嬉しいわ、タモリさんがやっぱ嬉しいんだよな、あの感じで言ってくれると、古舘さんはちょっと頑張んなきゃなっていう、そうですね、一生懸命やんなきゃいけないってこっちも構えちゃう、タモリさんだと自然体で許してくれそう、うん、うん、そこがあるねあまあタモリさんだな、やっぱタモリさんがちょっと一番かも、タモリさんいいですね、まあでもかなり古舘さんもいい、嬉しい、米助師匠はちょっと来てほしくない食うもんねえじゃねえかとか言われるでしょ、あなんお前セックス前にこんなもん食うんじゃねえよって言われるでしょ、その食べなんか食ったよ、はい、ドリンクばっか飲んでダメだよ、やだやだやだ、野菜食えとかなんか言われそうじゃん、うん、まあね、やだよね、怒られそうですもんね、うん、はい、まあそんないろいろございましたが、さあ梅村先生、あ先生じゃないですね、梅村さん、はい、本日紹介したこういったシチュエーションございますけど、こんなシチュエーションでもイースト駅前クリニックさんの力があればもう大丈夫ということですね、そうですね、何が大丈夫なのか分からないですけど帰りに古舘さんが急に来ても慌てる必要ないということですね、はい、はい、大丈夫です、どんなことでもですよね、はい、はい、さらにイースト駅前クリニック他のサービスもご紹介いただける、そうですね、はい、今年度からイースト駅前クリニックでは、はい、患者様の求める治療の、はい、を提供するようになりました、うん、はい、おというか求めるそのなんですか、そのいろんな話だった結果自分に合ったカスタマイズされたということですか、はい、
いろんなこう治療方針ができるようになりまして、はい、例えば、まあ、AGA の場合でしたら、はいはい、患者様の目指すゴールが高ければ、うん、それに合った治療ができるということですね。あと逆に若いまだ全然 AGA を進行してないけどちょっと不安な若い子だったらそれに応じたそんなに多分通う頻度が少なくても、はい、薬の容量も少なくてもいいけどなるべく減らないように今を全然維持できるようなとか。はい、そうです。なるほど、その通りで。あ、すごいですね。自分に合ったデザインされた治療してくれと、はい、これなんですか、服用するだけで肥満治療。え、これはですね、はい、やっぱり肥満を気にされる男性の方も、はい、我々男性専門のクリニックの中で増えてきまして、はい、メディカルダイエット外来というものを立ち上げましてですね、はい、肥満の気になる方なんかはご相談いただければ、先生との問診も受けていただけるという新しい治療の導入ですね。こうホームページ見たらこれいっぱい書いてあるんですね。はい、載っておりますので、あ、じゃあこれもう興味ある方はぜひイースト駅前クリニックさんのホームページご覧ください。ということで、ナイレーザーでございました。梅村さん、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、このコーナーは毎月月末週にやっております。皆様も引き続き、私や小泉ちゃんが行為中に萎えてしまうシチュエーション。もう萎えるっていうのは、ぼつきが収まってしまうような、際どいシチュエーションをお送りください。ただ、どんなシチュエーションがあっても、イースト駅前クリニックさんの力があれば、もう中学生の頃のようになるということでございます。以上、ナイレーザーでございました。